神獣の儚き犠牲のもとにマリオは成り立っている。スーパーマリオメーカーやっていきたいと思います。ヨッシーは世界を愛しているがゆえにね、このド M さんのね犠牲にね、いつもなってるんですよ。こんなに可愛いのに。上か。どうなってるんだ？よくわからないな。おお、いたいたいた。これは？この上は何もなさそう。おお、あれがあった、あれがあった。ベルトコンベアが。あっ。はっ。うわ、待って待って、ヨッシーなくなった。ダメだろう。見えた。オッケーオッケー。ベルトコンベア。オッケー。どっから行くべきかね。ふっ。待って待って待って。いやー、結構むずい。こっから飛んでもいいけどな。まあやっぱこっちから行ってもいいのかな。よいしょ。一番高いとこ。全然余裕があった。はい。お、入れます。あー、そういうことか。これはいけるんだったよね。そうだよね。よいしょ。ミスター、なんで。でもって上に行くのが正解？はい。おう。え、なんかある？ないね。ということは、ここに乗って、右に。なっ！ファイヤー。よーし、オッケー。やっと進めた。ほっ。次はどこだ？情報がないな。情報がないときはここ。おう、乗り捨てじゃなかったね。へい。ここで乗り捨てかな。うほう。はい。おー、ゴール。下からでもクリアできる。はあ、クリアできた。よかったよかった。思った以上に死んだな、でも。3プロペラ、レベル5スター、3つ制覇。3パターンある。おお、ゴールできた。スター？ん？プロペラ？これ面白そう。これアクションでしょ？横 B だから。おお、あれじゃん。俺ポッキーさんのコースでやったよね。これは。これ加速すんだよな。え、当たった今。マジで？ポッキーさんはこのコースを見てあれしたのかな。コースを作ったのかな。上からかぶせるように踏めば大丈夫。どんどん下来ちゃったな。上に行きたいんだけどな。よし、オッケー。フォー。うん、これくらいなら全然問題ないな。ちょっと挑んでみようか。15秒。はや、もうマジか。15秒、はえ、無理だな。全然無理だわ。興味あるよね。どんなグリッチなんだろう。うん。
違うのか。これ。ん？この隙間かな？じゃあ。違う？あ！いや、隙間じゃないとすれば、一番上の高いとこで。違うな。違うのか。じゃあ。わかんない。グリッチの仕方が。多分壁の中すり抜けられると思うんだけど、どうやればすり抜けられるのか。ここでもない。何かがあるはずなんだけど、わかんないな。雲が消える瞬間とかなのかな？ちょっとわかんないですね。知ってる方いたらぜひ教えてください。ヒーカーキン。好きなんだろうな、ヒカキンさんのことがきっと。無理か？無理か？ジャンプするタイミングで下抜きしようと思ったけど、ここだ！ゴー！全然いけたね。何秒くらいでクリアしてるかな、このコースのベスト。最初のジャンプで抜けてたら9秒くらいでいけんのかな？ 6 秒！はい、頑張ったな。やっぱり、こういう、もはやコースではないやつの方が多いんだよね。じゃないやつでイニランキングで上に来るコースないのかな？ないかな。なさそうだね。あ！これ、コースだね、普通に。かなり簡単って言ってんだから、それなりに難しいんでしょ？レベル1。レベル2。どんどん感覚が広がっていくやつだね、多分ね。レベル3。レベル4。おっと、あ、簡単だったね。想像以上に。もっと難しい壁キックやってきたもんね、今までで。だから今だったらトゲと1マストゲとかの壁キックも多分できると思う。いけちゃうと思います。ああ、これ動画で見たな。面白かったよ、これ。やっぱコースとしてのあれはないのかな。なさそうですね。命名路。おお、すげえな。ないですね。ないんだね、やっぱね。しょうがないね。じゃあ今回はこれで終わりましょうか。コース4つか5つくらいやったしね。終わりましょう。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。